愛ちゃん、季節が少しずつ春めいてきました。春が近づいてくると気持ちがウキウキしてきたり、ちょっとお出かけしたくなったりするのはどうしてなんだろう。長い冬の終わりが近づいてきて、冬眠から覚めてくる動物や虫たち、これから芽吹こうとしている木々や花々の気持ちが私たちにも伝わってくるのかも。アリア・ジ・オリジネーションドラマ CD 第3巻ナビゲーション2、思いの伝わる花。思いを伝えたいならやっぱり自分で相手に話さないとですね。何言ってんの、本当に好きな人の前では何にも言えなくなっちゃうのが乙女心ってもんなのよ。あへえ、愛花ちゃんもそうなの？え？私は、その、別に。男の人もそうなんですか、アリア社長？気持ちいい風が吹いてますね、アリア社長。ぽいちゃーい。お日様もポカポカ、どんどん春が近づいてきてるんですね。ぽぽいちゃん。社長、この後お散歩に出かけませんか？買い置きのおやつも買い足ししたいですし。ぽぽぽいぽぽ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 ぽ。え、ダメなんですか？ぽぽ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 。よくわかりませんけど、何か用事があるんですか？ぽいぽい。うーっす、邪魔するぞ。あ、こんにちは、はかつきさん。なあ、もみこ、練習はどうした？今日はみんな都合が悪くて、午後の練習はなくなったんです。あかつきさんは今日はお休みなんですか？まあ、そんなとこだ。でも、残念ですね。今日、アリシアさんは夜までお仕事なんですよ。ああ、それは残念だな。まあ仕方ないな。ちょっとこの辺りで散歩でもしていくか。それじゃあまたな。赤月さん、なんか変でしたね、アリア社長。あれ？アリア社長がいない。アリア社長？どこですか？アリア社長？アリア社…アリア社長、赤月さん。なんでここに来た？なんでバレたんだ？なんでって、ここアリアカンパニーの建物ですし、こんなテラスの隅っこで二人で何をしてるんですか？来るな、寄るな、こら！あれ、植木鉢、二人でお花を育ててたんですか？素敵です。何のお花なんですか？知らん。うまい。知らない？その通りだ。つまり二人ともどんなお花か分からずに育ててるんですか？まあ簡単に言うとそうなるな。難しく言っても同じだが。一体どうして？なんつうか、話すと長くなるんだが。いいですよ、ぜひ聞かせてください。実はこの前、俺がサンマルコ広場の裏道を歩いていた時だ。俺は燃える男サラマンダー。アクアンの空は俺の空。あれはアリア社長じゃないか。よー、アリア社長。ぽいぽい。屋台の前で何考え込んでるんだ？なんだこれ。すべての片思いの人へ、あなたの悩みを解決する占い。だと？ぽいちゃん。これは気にな、いや、バカらしい。占いなんか何の意味もないが、しかし、これは。おやおや、何を悩んでいるんですか、お二人さん。今日は特別にタダで占って差し上げますよ。さあ、どうぞどうぞ。ぽぽいにゃん。何？タダなのか？そうか。それならまあ、占わせてやってもいいかな。出ました！
お二人は恋で悩んでいますね。はい。おお。しかもお二人ともなんと片思いですね。ボボボボボイキュー。おお、すごい。なぜわかるんだ。しかしあなた方はラッキーです。なんとある方法を使えば片思いの相手にあなたの心を伝えることができると占いに出ています。どんな方法だ、教えてくれ。ボボボボボイキュー。残念、今日の無料占いはここまで。続きは有料になります。なんとそうか。まあ、あれだ。占いなんて当たるわけはないが、そんなもの知りたくもないが、いくらだ。毎度あり。というわけで、なんとその日たまたま、その占い師さんが、どんな片思いの相手にも心が伝わる不思議な花を持っていたというわけだ。めったに手に入ることのない珍しい花らしくて、占い師さんも手放すのをためらっていたかな。ぽぽぽえ。なるほど。男暁、この花を手に入れるためなら何も惜しくはない。というわけで、ちょうど給料日の後だったんで、使えるお金全部使って買ったわけだ。あ、へえ、すごいです。で、これがそのどんな片思いの相手にも心が伝わる不思議な花なんですね。まあまだ花は咲いていないけどな。楽しみだな。どんな花が咲くのかな。きっと世界で誰も見たことのない素晴らしい花が咲くに違いない。そして俺様はその花を持って、アリシアさんに。あ、この花。どうしたんだ、もみこ。これスミレですね。あ、スミレ。お急に。スミレってあのどこにでも生えているあのスミレか。はい。その辺の野原とか公園に行けばいくらでも生えているあのスミレか。はい。ぶっちゃけお金なんか払わなくてもいくらでも手に入るあのスミレ。そうです、私がよく散歩している公園にもたくさん咲き始めているんですよ。なんだって。あ、アリア社長、赤月さん、どうしたんですか。そんなに落ち込んじゃって、元気を出してください。モミコよ。はい。俺様はな、俺様はこの花がどんな片思いの相手にも心が伝わる不思議な花だと思うから、使えるお金ありったけ払って買ったんだぞ。それなのに、こんな花なんか。やめてください。お花を捨てないでください。もういい。花なんかどうでもいい。占いなんか一瞬でも信じて花を育てたりした俺様がバカだった。もうやめだ。そんな。ただのスミレなど、いくら育てたってアリシアさんに俺の熱い思いが届くわけないじゃないか。私はスミレの花大好きですよ。紫色の小さな花がいっぱい咲いてとっても可愛いんですもん。それにスミレの花の花言葉ってなんだか知ってますか。パパへ。さあ、知らんな。スミレの花言葉は、ひそやかな愛、そして誠実なんですよ。ね、なんだか片思いの人にぴったりなお花じゃありません。もしかしたら、一生懸命育てたこのスミレを渡したら、本当に自分の気持ちが相手に伝わるかもしれませんよ。なるほど。ひそやかな愛か。確かにモミコの言う通りかもしれん。どうだ、アリア社長。ばあ、ばあ、ばあにゃ。それじゃあ、もう一度この花を育てて、見事咲いたらプレゼントしてみるか。ばあ、ばあにゃ。よっしゃ、決まりだ。よーし、頑張るぞ。ばあ、ばあにゃ。頑張ってください。そうと決まれば俺様は帰るとしよう。あ、赤月さんの分は持って帰るんですか。うん。しばらく仕事が忙しくてここまで来られないからな。その間俺様が世話をしないのでは、俺様のこの熱い思いがこの花に伝わらん。なるほど。
まあ俺様の熱いスペシャルな育成法をもってすればこんなスミレの花だって普通の倍いや10倍の大きさに育ってあっという間に満開になること間違いなし。そしたらお前たちにも見せてやるぜ。はい、頑張ってくださいね。おお、それじゃあまたな。バイバイ。暁さんすごい自信ですね。私たちも負けないようにしっかりとお世話しましょうね。バイバイ。ございます。アリア社長、どうですか今日のお花の様子は。わっわっわっ、こいちゃこいちゃ。やりましたね、ついに花が咲きました。おめでとうございますアリア社長。わっわい、かわいいお花ですね。素敵です。わっわいちゃわい。そうだ、今日アイカちゃんと夕食一緒に食べようって約束してたんですよ。だからアイカちゃんを呼んで姫社長も一緒に来てもらえば、そしたらこのスミレの花を渡すチャンスができます。どうですかアリア社長。ババババイヤ。それじゃあアイカちゃんに連絡しなきゃ。あ、そうだ、アリシアさんも一緒に出席してもらえば暁さんもお花が渡せますね。よーし、連絡してみますね。こんばんは、来たわよ。にゃー。あー、アイカちゃん、姫社長、いらっしゃい。おぽいちゃい。それじゃあこっちの席に座っててください。もう少ししたらアリシアさんが帰ってきますから、ちょっと待っててくださいね。はいはい。アリア社長、姫社長が到着しましたよ。バイバイ。準備はいいですか？バイチャ。それが例の花ね。うん、あひ、アイカちゃん。この前、あかりから聞いて、この花のことは知ってるわよ。安心して。姫社長には一言も言ってないから。うわ、ありがとう。そういえば、ポニオはまだ来てないの？一緒に花を育ててたんでしょ？うん。もうすぐ来ると思うの。朝電話した時は俺様の最強に育ったスミレを見せてやるって大声で言ってたから。どんなスミレなのよ。まあどっちにしたってアリシアさん相手じゃうちの姫社長以上に望みなさそうだけど。もうアイカちゃんたら。こんばんは。はい、あかつきさん、こんばんは。何よポニオ、元気ないじゃないの。あかつきさんの植木鉢が。え、あ、ちょっと何よ、全部枯れちゃってるじゃないの。どうしちゃったんですか、今朝連絡した時はちゃんと咲いてるって。確かにそうなんだ。だがその後。ああ、いい朝だぜ、やっほー。今夜こそついにアリシアさんに花を渡す時だ。頑張ってくれよ俺様の花よ。よーし、念のためさらにパワーアップだ。うりゃー、うりゃー、うりゃー、うりゃー。俺様特製調合の肥料をいつもの3倍に増量だぜ。これで今晩には花の勢いは今の3倍だ。その上、俺様のパワフルな歌を聴かせてやろう。花は素敵な音楽を聴くと美しく育つって言うからな。俺様の歌を聴けば、今夜は輝いてキラキラでシャイニングだぜ。俺は燃える男サラマンダー。花も嵐も踏みつけて、ララライララライライライララ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 イライライ。ところが、仕事が終わって夜に家に帰ってくると花はこんなことになって、どうしてなんだ。肥料を3倍にしちゃったのがちょっと良くなかったのかも。うん、下手な歌を聴かされたせいでしょ。ただいま。あらあら、みんなもう集まってるのね。アリシアさん。アリシアさん、おかえりなさい。あ
それじゃ、今から夕食にしましょう。はい。アリシアさん。隠し。おいしそう。それじゃあ、夕食の前に、ちょっとしたイベントです。姫社長、こちらにどうぞ。それでは、アリア社長。アリア社長、頑張って。ぽいきゃ。さあ、アリア社長が心を込めて育てたスミレの花のプレゼントです。姫社長、受け取ってあげてください。ぽいきゃぽいきゃぽいきゃ。ぽいきゃ。おお、姫社長がお花の香りを嗅いで優しく泣きました。これは受け取ったということでは？すごいわ！姫社長、その花を気に入ったみたいよ！わいやーい！おめでとうございます！これは、アリア社長の心が届いたってことですよ！本当におめでとう！わいやーい！あらあら、素敵ね、アリア社長！おめでとう！Play Jay. Bye 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 Jay. アリア社長と姫社長、二人並んで一緒に海を見てますね。意外だわ。ほんといい雰囲気じゃない？これは本当に一生懸命育てたスミレの花が起こした奇跡なのかも。俺様とはえらい違いだな。まさに天国と地獄だ。暁さん、そうだ、諦めずにまた育てましょうよ。ほら、見てください、ここまだ枯れてませんよ。いや、もうそれはもみこにやる。そんな、暁さん、諦めちゃダメですよ。いいんだ、まああれだ、今回はいろいろ手伝ってもらったしな、俺からのお礼ってことだ。なんだかジャペン、なんだその表情は。なんでもないわよ。ほらあかり、いいからもらっちゃいなさい。そう、それじゃあ大切に育てますね。ありがとうございます。お礼とかそんなの全然言うようなことじゃないぞ。おどおど禁止。うるさい。さあもう帰る時間だ、俺は帰るからな。はいはい。よかったですね、アリア社長。姫社長に喜んでもらえて。わわわい！二人でスミレを育ててたのは、そういうわけだったのね。あら？あかりちゃん、その植木鉢は？あ、これは、あかつきさんが育ててたお花を私にくれたんです。うまくいかなくて、ほとんど枯れてしまったけど。でも、ちゃんと育てれば、もう一度花が咲くと思うんです。あらあら、あかりちゃんがその花を渡す相手は誰かしら。そんな、私にそんな相手がいるわけないじゃないですか。あらあら、それは暁くんも残念ね。え、どうしてですか？なんでもないわ。ほへ。愛ちゃん、その夜のアリア社長は寝るまでずっとご機嫌でした。これも心のこもった花の力ですね、きっと。すごいね。おめでとう、アリア社長。そうだ、私もスミレの花育ててみようかな。そして花束を持ってネオベネチアに行くの。もちろん花束を渡す相手はあかりさんだからね。